はい、よろちきラジオ38回目お願いします。あちょ、体調がね、ね、2人とも良さそうですけど、よくなさそうやね。あ、そう、はい、体調 100% の時ないからね、我々のチャンネル。どっちかがもう悪くて、うん、どっちかがもう両方100の時ないですから。僕も体調悪いですけど。めっちゃ悪いやん。めっちゃ悪いよ。なんでなん。いやいや、映ってんねん。え、全く症状一緒でびっくりした。あ、そうなん。あの、鼻血かと思ったら鼻水やったくらいサラサラした鼻水って言ってたやん、うん、え、そんなんあんねんな、うん、みたいな。自分も出ててびっくりした。また俺やん。え、それ言うたらもう俺が映してたらなるやんか。いやいや、別に全部俺か。映したっていうのも、うん、言ってたからね、その筋トレしたらもう風邪ひかへんは正直、この体調管理も知っているし、うん、全くひかへんは申し訳ないけどみたいな。でも、もうすごい強い菌やったんじゃん。で、言ってはほんで、申し訳ないけど、あの、目白にとんでもない耳鼻科あるから、俺もうこれ、東京出てマジ8年もらった。もう言うなって、それ。めっちゃいい耳鼻科やん。いや、目白って言っただけで誰がわかる。いや、目白って言っただけでわかるぐらいすごいから。ちょ、かぶるって。かぶるってね。ほんで、もうごめんやけど、申し訳ないけど、行きな目白行き、うん、そしたら、一緒やねん言ってて、うん、ずっと風邪ひいてる。いや、ちょっとしつこいわ、今回は。言ったやろ俺が。いや、俺も、俺の耳鼻科も結構いいとこやん。うん、なんか俺の耳鼻科バカにされてるみたいな、もう気分悪かったけど。いやいや、そうやった。そうやった。うん、俺の耳鼻科も負けてないぞと思ってたけど。違う違う違う。なんか、両方の耳鼻科あかんみたいなやから。両方治ってないから。いやでもほんまにどうにもならんのあれやろ。いやこれちょっと長いな。めっちゃ長い。あと、まあ、まあまあまあ言う西野医者長いけど、俺はほんま3週間ぐらい聞いたから。うん、まあでも原因としてやっぱあれもあると思うよ。その、ね、やっぱ休養全くさ、3日連続で取れたらいいけど、うん、なんか中途半端な、なんか治りかけん時にまたがっつりさ、ちょっとこんなやったらいいけど、昨日真冬のようなさ、もう0度とかやったよ、昨日ロケで。うん、でまた、うん、ちょっと朝起きたらヤバってなってるから、今日とか。確かに、うん、まあなんか変な感じになることは、まあまあね、確かに、うん、多いんですよ、やっぱりバタバタしてるから、うん、にしてもちょっと西野なんか最近ちょっとほんま大丈夫かって、やっぱ風邪ひきすぎておかしくする、なんか謎の発言結構多いな。どうぞどうぞ。いや、だって何を言ったかも思うだけですよ。俺も、その、前なんか、その俺も調子は良くなかったんですよ、うん、僕あの確かね、12日からもう崩してたんですけど、うんうん、12日から崩してまして、おはスタね、僕2時半起きでおはスタ入って、はいはいはい、ピカチュウのメイクして、あー、ピカチュウのメイクね、化け物みたいな映像でめっちゃ怖かったんですけど、それで体調悪なって、いや、その時は別に体調悪いと気づいてないけど、なんかほわほわ、頭あんま働いてないかも。でも別にピカチュウなって誰か分からへん状態でピカチュウなって、ピヤーとか言うだけやから。それ受けたんすよ。受けとかでみんな怖がってる。怖すぎて。やってるから。どんな仕事やん。まあ朝2時半起きのピカチュウでしょ。でそれは収録あってんけど、うん、まあ、調子は良くなかった別に。まあまあまあ、ね、まあ、あんま働いてないけど、うんうん、西野が横で、俺もなんかあんま頭働いてないから、うん、いやこれそれ、いやいや、ちょっと待ってください。俺覚えてんねん。覚えてる。プレバトやろ。プレバトか。もうプレバト。ええいんちゃう、別に。プレバトで、何の企画か言わんかったんちゃう、うん。プレバトで、ちょっと待ってくださいよ、みたいな。その俺もやっぱり、まあ、頑張ろうとは思ってるから、うん、それ出るからには、うん。でもやっぱ、声もガラガラで、うん、でも声張らなあかんって。声と、あと言ってる内容と、間、うん、と、うん、全部が、意味不明な状態でしょ。ちょっと待って、だからこの何度かこの枠がどたごたらみたいなってシーンってなって、いやいや俺もね、俺いやいや、まあよう分からへんけどなって言って、うん、その時俺田原さんこれなんて言うんかなと思ってちらっと見てんや、うん、見た浜田さん頑張って、いや、俺も見たよ、浜田さん。じゃあ、こうやって、なんか分かる、うん、つけるこうやって、うん、こっち見るわけでもなく。じゃあ、俺も浜田さんに、いや、浜田さんに怒られるって思う。その、あまりにも変な発言したから。で、シーンってなって、他にも女優さんとかったやん。で、シーンってなったから、お前何を言うてんねんとか言われるんかなと思ったら、浜田さんが、ほんま、何を言うてんねんとか言うとこにも届かんぐらい意味不明、意味不明やった。3つ全部揃ったから、うん、まあ声量で、その後俺なんて言ったか覚えてる。何、もう焦って、
もう意味わからんけど、絶対勝ったやけど。覚えてんねよ。うん。滑ってますね、バナナだけにって言ってんけど。ちょ、もう意味がわからん。まあ、バナナ関連ではあったんですけどね。ただまあ、またオンエア見てほしいんですけど。あのね、あの、編集で絶対うまいことになってます。それはもう、あの、プロですから、皆さん。なので、あれなんですけど、もう、現場の皆さんにはちょっと、あの瞬間迷惑かけたなっていう。うん、あその後、俺、案の定無口になってたから。あ、そう。え、やっぱりその、あかんわ今日っていう。あの一撃で、うん、あ、やばいやばいっていう。意味わからんな。でも俺、ショックやったけどな、その後。その後に、まあ、滑ったなっていうのあって、うん、まあまあ別に、ええかと思ってたら、その次の企画、うん、っていうか場面になった時に、お前よかったやんけ、みたいな。なんかああ、そう確かにね。なんかちょっとなんかいい感じのことあって、うん。いい流れが来た時に、お前よかったやんけ、さっき意味わからん発言したけど、ってまた掘り返して。ほな、浜田さんが、もうええねん、それとかって。なんだろう、もう蒸し返すな、みたいな。いや、でも、それは、そんな浜田が嬉しそうやったね。ちょ、嬉しそうやねん。待って待ってけど。なんでさ、そうやねんけど、なんでさ、お前さっきの発言終わってたからな、って、もう使われる可能性あるやん。そのせいで。意味わからへんかった。空間、ほんま俺久々に空間に、俺もさ、相方やから、うん、いや、まあ、ようわからへんけどなっていうことしか言えへんぐらい、空間に歪むぐらい滑ってたからさ。俺も今までの収録の中で3本の指に入るぐらい滑ったんじゃん。じゃ、意味わからんすぎて。ちょっと。なんか昨日も何個か危ないのあったけどな。あ、昨日もあったかな。うん、もうでもね、やっぱりね、うん、思ったけど、うん、その、何個か、あかん発言してんねん、多分。あかんというか、なんか、ようわからへん。でも、それも、なんか、あんまり敏感になってないっていうか、うん、うん、なんかその、ぼやーってして、頭が。うん。ほんまに良くないシーン何個かあったと思う。でも、覚えてないやろ。え、うん。まあでも、なんか、ラーメン食うてるときに、なんか、西野がようわからんこと言うてんなっていうのと、なんかあった気がするな、昨日。なんか言ってんな、こいつ。で、その時も、小田さんが、うん。だからさ、拾うこともできんさ。謎のとこに滑り込んでるから。で、ラーメンだけでみたいなことをまだ言ってる気する。あー、ラーメンだけでは言ってた。よくないな。あー、あれもかもな。温泉のシーンでもあったかもな。なんか、筋肉、なんか、すごいな、お前、って言われて。なんか、めちゃくちゃ、その筋肉すごいなってムキって見した後に、普通やったら、なんか、後藤さんでもすぐなれますようになれるか、とか、なんかまあ、落ちをさ、つけながら、そのやりとり。なんか俺、ムキってした後に、いや、ほんまにちょっといいですか、みたいな。こんな体見せたん、フットマップって番組やったんですけどね。フットマップの中で一番見せました、みたいな。意味わからん。どういうことみたいになって。で、後藤さんも、みたいな。だから、なんかあったかな。あともうなんかその、お前筋肉つきすぎや、みたいな。いいじゃないですか、とかあったり、いやいや、筋トレ頑張ってんすよ。100日でバキバキなんで西野みたいなやってて。みたいな。なんかちょっとさ。いや、その、オンエア見てください。ちゃんとしてるとこもあるんで。ちょっとやっぱりね、全体通したら、うんっていう場面はね、いっぱいあります。後藤さんの、おー、見てられん。ちょっと風邪治そうな。いや、ほんまあかんな。やっぱ体調って風邪治ったら大丈夫やねんな。大丈夫、そんなのもう期待しててください。お前の、もう素がそれじゃないよ、俺。いや、それ最近なんかお前のその姿多すぎて、これお前の素やったっけって、俺も。でもその、戸惑うよ、みたいな。違う、わかる。だから、後藤さんとか浜田さんが固まるとこって、俺じゃ手出しできんのかよ。わかる。俺も、見捨てる気は全くないけど、うん、意味不明な、その、いや、何しとんねんって言えるとことかの、うん、全部隙間ってスライディングして滑ってどっか行くね。まあまあ、そうやそれめっちゃむずい。プレバトはエグかったのね。エグかった。ほんで、案の定、あの後、うん、プレバトの後、もう声もガンラガラって、やばいやばいってなって、で、奈良さんも奈良さんで、そう、もうなんかちょっと調子良くないってなって、うん、ってなってて、病院行って、まあ、その時は大丈夫やったんけど、そっから、うん、もう熱めっちゃ上がってきて、うん、で、まあ、申し訳ないですけど2日間ね、うん、そうなんです。本当申し訳なかったですね。幕張もちょっと、うん、ボルジュクと、
あれさ、インポッシブルさんの影山さんちょっと待っていただきまして、うん、あ、すいません、すいません、大変ね、してもらって、ね、で、営業も一回ね、変わってもらってます。営業誰の番号だっけ、営業誰やったかな。いや、俺も熊谷、熊谷ね、熊谷、皆さん本当に熊谷か、うん、楽しみにね、してくださったから。俺思ってんけど、俺一応、幕張コロコロチキチキペッパーズの代わりにぼる塾に出演しますみたいな、うん、公式ツイッター申し訳ございませんって一応引用リツイートしてんけど、した。俺もうそれどころじゃないぐらい熱出たから。え、うん、もう一切携帯触ってた、そんな時ずっと寝てた。もうとにかく早く何度ぐらいまで行った。43とか。43?40.3 な、うん、あ、40.3、うん、いや、やば。まあまあ一応その検査とかしたんですけど、まあ大丈夫やったんですけど、でももう2日ぐらいやばかった、うん、まあまあ高熱か。そう、高熱の上がり方エグい人ってたまにおるよな。で、ここパンパンだったじゃん。ああ、で、まあそうですね、なんかいろんなとも現場にも収録もそうやし、なんかいろいろね、うん、ちょっと撮影 ね、あったんですけど、それも全部やっていただきまして、本当、うん、申し訳なかった。で、今はもうその2日間休んで、うん、もう大丈夫ですか。まあ、ちょっと調子は良くないです。でもまあまあ、でもまあ全然、うん、だんだん良くなってきてるという感じで、うんうん、まあまあ俺もね、回復にはちょっと向かってはいるんでね、うん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 、ちょっとあの調子全体的に悪いですけど。そうですね、本当に頑張っていきましょう、うん、まあ、やっべぞキッチンもな、ああ、ありがとうございましたというね、その時はまあ良かったか、まだ、いや、やっべぞキッチンの時俺もう声カスカスだったの。全然でんくて、なんやろ、なんかもういいねんけど別に、うん、その楽屋でさ、大回しするのやめたら、なんかやっぱその主役は俺やみたいな感じで、楽屋で教わってこんな感じでさ、うん、楽屋では主役は俺やみたいな感じで、何や主役は俺や、やべぞキッチンのあの回しは俺やみたいな感じでドーンって座れるか、なんで楽屋で座り方の話、うん、ドーンって座って、その後、うん、いやそっちにおかしいそれ、もうええよ俺、もう社員さんとなとかやって、しゃべ楽屋で全力出して、やっべぞキッチンの時カスカスカスしか残ってないけど。あの日はびっくりした。楽屋でさ、あんな喋れてたのにさ、始まりました、やべぞキッチンってなってさ、何やろ、いい感じよ、もうそんなん、もうほんまに楽屋で全力出してさ、その本番でカスカスってさ、カスカスやないかって言ってもうたもん。何やねん。いや、でもほんまに、でもそれあれじゃないですか、もうええわそれ、もうええー、もうそれ、いや、わかりましたよ、もうほんま、何それ、俺の楽屋それ、うん、そんなんちゃうやろ。なんやその古い芸人みたいな。それで本番で言うと、始まりました、やべぞ。いや、やっぱな、ほんま申し訳なかった。なんかね、やっぱ本番のトーンってあるやん、ちょっとこう声張るみたいな、うん、そこのゾーンにはまだ行かれへんっていう、うん、なんか楽屋ぐらいやったらさ、うん、なんかいや、なんやそれとかくらいやねんけど、本番やったら、なんそれとか言うやんか、僕そこになると声出えへんっていう。いやほんまにね、やっぱ声の職人やからな。そう、俺のその何行動とか、うん、その発言やっべぞじゃなくて、お前のもう声がやっべぞみたいなだから、はい、まだ高熱もしや。おーいやいや、もうほんま直そう、体調管理はマジで、ほんまにうまいこと言おうとして失敗したよ、全部うまいこといかへんから、うん、でまあそんなのがあって、うん、でも10万いいね、あーこれありがとうございます、本当にあの番組史上初らしい、初らしいんですよ、10万いいね、ただもっと皆さん頑張れるでしょ、ほんまに、あーまだいける、俺らも頑張るからさ、俺らちょちょ、ほんまもう視聴数だけはもうちょっと皆さん頑張ろう、めっちゃいい商品でめっちゃうまいから、 au pay マーケットね、そうそうそう、別にその友達に広げるみたいなことせんねんけど、はい、別に親戚のね、ちょっとそう家でご飯よく食べる人とかに調べたりして教えたりしたら、うん、すごくいいじゃないですか、これマジでリアルだよね、やべぞキッチン安いしうまいし、あのアーカイブでまだ見れますから、すごいお得なんですから、うん、これはあの概要欄から飛べるようにしておきましょう、別に自分がね、そう、あの行かなくてもいいです、別にほんまに、うん、いいあんまやなと思ったら買わんでもいいし、だいたいいいから、うんうんうん、ね、これ買った方がいい、はいはいはい、まあまあそんなもありまして、うん、で、あれか、フットマップ、関西の番組行かしてもらって、うん、ロケで、昨日それが終わって、まあ、今日なんですけども、うんうん、まあまあ、あれやね、いろいろ番組収録とか、ちょっとずつ復帰しだしたって感じの、うん、まあ、改めて、ちょっとね、
体調管理気をつけたいなと思いますけど、今年はそれ本当にね、うん、ちょっと1月ロケットスタートのように体調崩してますから、うん、もうでも周りもえぐいよな、ほんまに、うん、うさぎさん、なんか2ヶ月半ぐらい休んでなかった2ヶ月半は言い過ぎや、でも体感やけどな、 2、3週間休んで体感したわ、なんか、うん、なんかほんまに、あ、今復帰したんやっていう、うん、ずっと体調崩してたよ、うさぎさん。でもメンタルもあれ、もう これぐらいのしんどさやったらもう無理だみたいな言ってそうやから、うさぎさん、ちょっときついわ、うん、もうその休み慣れみたいな、うん、うん、ごめんごめん、ちょっとこれ、うん、ちょっと休んだ方がいいわこれ、うん、うん、いや別にしんどくはないんだけどな、うん、うん、ちょっとこれこのままいったら崩しそうな気するから、うん、ちょっと休むわ、釣りも行きたいから、うん、あかんやろ俺らもあかんし、勝手にロングコートさんの、うん、え、うん、もちろんもちろん、うん、もちろん体今崩してないよ、うん、ただなこのまま2、3日働いたら崩しそうだなって気がするの、うん、うん、ちょっと3週間ぐらいちょっと休むわで、どうまいさん、勝手に想像してコントしてるけどあかん、いやね、ほんまに崩してあったからね、うん、ほんまに崩してあったから、もうメールいきますよ、はい、もういっぱい来てるんで、ラジオネーム、とりあえずライス潰します、いつも俺な、なんでライスナダルさん、西野ど素人さん、お疲れさん、誰が西野ど素人やねん、そうとね、うん、この前の工場委員会見ました、前半は受けてたのに、後半から大滑りしていて面白かったです見てないわ、ところでライスの関町さんが出ておられましたが、あまり喋っていませんでしたね関町さんの活躍が見たいので、このチゲ助けてあげてください、その回じゃなかったっけ、めちゃめちゃおもろかった、めっちゃおもろかったんってその時の気したけどな、うん、あ、ついか次週ですわ、だからこの金曜日にラジオが、投稿されるんで、これもう次の日ちゃう、もう大覚醒っすね、もう関町大覚醒、いや、マジで楽しみにしておりますよ、いや、めっちゃ面白かった、振りでもなんでもほんまに面白かった、あれでもし関町さんの部分をカットされてたら、もう関町さんがもう嫌われてるしか思わない、絶対使われてるし、まあまあ、取れ高が工場委員会でめっちゃあるんですよ、まあ意外とカットみたいなのあるんか、実はめっちゃおもろい、こうおもろかったのになってとことか、うん、なんか他がおもろすぎてみたいなのあるか、いや、まあ絶対使われてる、まあそこはおもろすぎたから、はい、絶対大丈夫だと思う、うん、はい、はい、絶対見てくださいね、お願いします。ラジオネーム二次会は蒲田、ライスつながりですね、ジンさん、ジンさん、鎌田さん、ライスさん潰そうとしてるやつ、先日同窓会があったので、うん、ユロチキチャンネルを勧めたところ、ナダルのドッキリだけ見たいけど動画が多すぎて探しにくいと言われました。あ、確かに言われてみればユロチキチャンネルは動画数が多いので初見の人からしたらハードルが高いのかもしれません。ドッキリやゲーム実況、コラボ動画などのリスト分けをしていただいたら初見でも分かりやすいし、チャンネルのおすすめもしやすくなります。なるほどね。大変な手間だとは思うのですが、ご検討いただけると幸いです。もしこだわりがあって動画をリスト分けしていないのであれば、余計な口出しをしてすいません。どうですか、これは。ああ、だから、ちょっと多いな、確かに動画。多い。どれを見たらいいか分からへんから、一回ちょっと全部消すか。え？で、下手やな。なんか運営とか。全部消す？消さんでいいよ、別に。リスト化するっていうのは、まあ見やすくなるっていうのはあると思うよね。でも、100万超えてるやつだけ残して、えぐいチャンネルはっていうふうに見せるみたいなとか。うん、ごめんなって。せき込みまくってた、うん、うん。だから、これ松沢くんどうなの？リスト分けってした方がいいの？はい、いや、リスト分けしなくていいんじゃないですか？尖ってる。やばいチャンネルやな。うん、それが全部消すかよ、どっちかよ。いや、なんでその二択やん。なんかあるやろ、もうちょい。え、でも、もう参考にね、しないとね、こういう意見もね。うん。リスト分け確かにか。ドッキリ。したら何のメリットあるの？なんか、見つけやすいとかちゃう？その動画が。でもあんま意味ないか、松田君言うと。まあ、誰も、あんまりそうですね。うん。その人ぐらい。うん、はい。もう我々は我々の下よりやるんで、はい、ごめんなさい、うん、次行きましょう。我々はね、別にその、そうですね、なんやろな、めんどくさいことあんましたくない、はい、それが俺らのスタイルです、はい、次行きましょう誰が見んねん
このチャンネルの動画ありがとうございますね。ちょっとそういう意見もな、それこそこのラジオ、はい、動画の方がいいですっていうのは視聴者さんのコメントをそのままちょっと一回やってみようかっていうので、ちょ会議にも出て、いやいやでも結構あったで、俺意見聞いたけど音質悪いなみたいなとか、うん、あ音質ももうほんま大丈夫か俺これ改善して、改善してほんまこれ、うん、目か、うん、めっちゃ目がやる、めっちゃいいのちゃんと導入してますから、変なこと申し込んだ、大丈夫かな、ええー何してるの、この悪い癖や、こっちにこのボリューム変なボタン押してもらった何してる、多分大丈夫、ほんま何してるの、いやいやない、これほんま見せようとしたこれかよ、叩いて自分を足りるか いじめっ子やで、ほんまシステム風邪ひきのいじめっ子が、えぐい、前歯出まくってたよ、お前風邪ひいとんねん、お前ははい、はい、ありがとうございます、はい、意見どんどんぶつけてきてください、ね、でも動画の方がいいって言われたんで、とりあえず今動画でやってますからね、ラジオも、はい、はい、続いてラジオネーム、それダディちゃんの卵焼きだからね言いそうやけど、うん、娘さん言いそうやけど、ナダルさんがツッコミになる動画見ました、あ、ナダルさんにボケまくるっていうね、ああ、あのスタッフがボケまくるっていうやつ、はい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 、ナダルさんは YouTube など緊張しない場面では何しても面白くなりますが、 M1 やテレビなどここぞという時のツッコミさんは西野さんの方がいいのではと思ったりもします、うん、さんまさんの向上委員会でもう訳わからんくなってるナダルさんを何度も見てるので心配ですね、はい、あコメント欄がな、松田君見たコメント欄、はい、もう絶賛の嵐だったんやけど、ナダルさんツッコミうまいみたいな、いや俺もまあいいやんって、まあ前から思ってたし、普通に奈良さんのツッコミネタとかもあるし、うん、ただこの方はちょっとあの、うん、YouTube やからそうやって面白くなってるけど、うん、M1 とかテレビっていうのも、 M1 って、はい、M1 やテレビなどここぞという時のツッコミはちょっと良くないんじゃないですかっていう意見なんですけど、どうですか、うん、いいわけないやろ、テレビとかえ返上心でできたこと一回もないよ、あ、マジですか、だからまあ分からん、まあでも、もあのなんかね、なんていうんですか、あのそれを今やってるとこって感じ、ね、言うたら、あの正直だから自分で自分の首絞めてるから毎回、はいはいはい、テレビとか、うん、あの別に普通にやったら絶対もっとおもろなるんやろなって思いながらやってるというか、あなるほど、ね、普通にできてないって、あ普通にできるだけでええのに、でも普通にできる時もあるでしょ、それはいやー、ない、ここ何年かないね、ここ何年かないすげえな、よく売れてるな、いやだから俺だから自分で言うのもあれやけど、うん、まだ実力余裕で出し切ってないから、ああ、うん、いやでももっといけると思う、いやもっといける、それは鳥先生も言ってましたけど、うん、もっといける、もっといける、それを今ちょっとやってるって感じですね、なるほど、それこそ YouTube ぐらい適当にできたらもうあそれがいいんかもね、うん、結局 YouTube の機能抜いた感じが、そうそう、うん、フットマップとかももうなんか寒かったからめっちゃ適当にだけど、なんかめっちゃ受けてたし、失礼やん、フットボールアワーさんの番組フットマップ適当にやったって、よくないやろでも寒かったから、うん、寒かったね、うん、寒いのはあったけど、うん、0度とかやったら、バグ受けしてた、うん、いやめっちゃおもろかったですけど、また見てほしいですね、はい、ラジオネーム、ソーティンってパーマかけてる、パーマというか癖っ気なんですよね、はい、YouTube 更新してくれると嬉しいからショート動画でもいいからどんどん更新してほしい、ちょっとさっきと真逆の意見来てます、動画多すぎるっていう意見があって、うん、今回はもう動画多すぎるというか、さっきの人リスト化してくれた方が見やすいんちゃうかって言ってるから、その動画の多さに対して別に指定してるわけじゃないから、対立してる意見じゃないから、別にそんな対立させる必要ないかなと思ったけど、まあ、ちゃうで、さっきの人動画多いって言ってたで、動画多いから見づらいからリスト化したらどうですかって言ってるから、ああそう、うん、その対立してるわけじゃないかな、それは偏差値がなんか分からへん、低いか高いか知らんけど、なんか全然考えたら全然分かることやから、おいしょ、うわー風どうしよう、体落とし熱っはい、まあね、今がでも限界です、週4ショート動画はね、もうほんま松田君とかおぼちゃんとか徳永君がもうバーッて上げてくれてるんで、ぜひショート動画も、しかも100日記も始まったしね、うん、100日記も100日記、ああコロチキ西野の100日日記のこと言ってる、うん、うん、ああ始まってますよ、うん、から、まあ、なかなか大変でしょ、すごいよ反響から、うん、なんかコメント欄すごいですよ、お前勘違いすんなみたいな、うん、うん、何やこいつって
もう廃止まだ1ヶ月経ってないけどすっげえアンチいます。あ、そうなの。うん、びっくりしてるわ。まあまあ勘違いでもしてるからね、うん、勘違いしてるの俺。してないの逆に。うん、めっちゃ怖いね。でも芸人になってる時点でみんな勘違いしてるからな。そっか、うん、いけ。あ、なるほどなるほど、いろいろね来てくれてますよ。あ、これいいんじゃないですか。ラジオネーム大阪駅と梅田で迷子。コロコロチキチキペッパーズのやっべーぞっていう番組が YouTube で見れること、もっとみんなに知ってほしい、見てほしい、最近も更新されてるからってね。僕らがやってる奈良のケーブルテレビなんですけども、いや結構毎回面白いもんね言うても、うんうんうん、ちょっと見てみようかな。再生数なんぼよ。 YouTube で見れるんですよね。もうほんま、それこそ一番ゆるいロケちゃう俺らがやってる中で。いや俺はマジ真剣にやってる。嘘つけ。うん、嘘つけ。いや余裕で遅刻してたからこの前。だからそのね、あの遅刻してるけど俺も本気やから、どんな仕事も。どういうこと、遅刻してるけど本気やからって。どういう意味ほんまに。うわ結構言ってますよ。皆さんもぜひ見てくださいほんま。はい、再生数はね、ね、最近晴れたり。いや、もう話もう変えてるよ。最近晴れたり、おもんない、おもんなさそうな話。何回でした？最新のやつでもいい。いいよ。最新のやつやと、561回。ちー、少な。ちあ、その前やったらもう1381回。なかなかね。こっからもっと見てもらいたいですね。お願いしますよ。はい、とんでもない編集の時ありますか、たまに。はい、ラジオネーム紫の財布。歌ってみた動画もうやらないのですか。粉雪を歌ってくれた時、ララライでナダちゃんがこっち向いてくれるの嬉しかったです。あと芸人体力テストで新一さんが 50m 走を38歳で6秒台で走るという偉業を達成してました。西野さん、足速そうなので勝負してほしいです。西野、足遅いで。いや俺全然足速ないよ。俺と同じぐらいの。いや、俺の方が速いけどな。いやいや、ほんまにマジ一緒ぐらい。何の意地張りなの。マジ、だってさ服男で余裕で負けてたよ、俺に。いやいや、あの長さな、50m やって一緒ぐらい。いやいや、その、測ったことないやん。なんでそんな強、勝ちたいの。いや、分からへんけど服男で負けてる、他のロケで俺も勝ったことない、俺に。じゃあ今度走るか。いや全然いいよ。体力テストみたいな企画取ろうやん。だってこの前さ、うん、無限大でさ平面ジャンプみたいな、余裕で勝てるわっつって俺に余裕で負けてなかった。何平面ジャンプ。なんかさビョーンってさジャンプ、ただその場でジャンプするやつでさ、うん、余裕で俺に負けてる。あ、ほんま。うん、いや分からへんけど、なんか知らんけど負けてる。めっちゃ負けてる。足1個分ぐらいめっちゃ負けてるやん。なんなん平面ジャンプ。いやこのままその立ちジャンプみたいな。ちょっとやってみてよそれ。意味分からへん、平面ジャンプ。こうやって一回見してや、このまま、うん、普通にこうやって。あ、分からへん分からへん。何がや。分からへん。この枠内でさ見えるように。あ、立ち悪い。ちょ、これヘルニアやからあんまこんなんなよ。ヘルニアの俺に負けんなよ。ちょっと体力テストみたいなの確かにしたい。まあまあまあ良くないかも。確かに今考えてみたら今のじゃあんま結構ケチいたよ。なんやそれ。いや、ほんま。じゃあ、奈良さんの体調が良くなったら、体が万全。いや、もう良くならへん、俺ヘルニアや。違う、未来ないな。俺も考えた、未来ないな。考えてみたら、今ので良くなかった。え、痛かった、ちょっと。ボロボロやん。運動したの。奈良さんもたまにはメール読んでよ。いや、読まへんよ。なんで？しんどい。あ、そうですか。はい。こんなに、あ。え？ラジオネーム、西野のテフェチ。テフェチ、はい、ふと思ったのですが、はい、ナダちゃんってメッセンジャーの黒田さんにちょっと似てませんか。将来あんな感じになっていくのかなあらって来てます。いや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 、どうですか。どう、いやいや、むず、いや、めっちゃおもろいからな、黒田さん。いや、めちゃくちゃおもろい。いや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 、ちょっとそれはおこがましいですけど、超えたいですね。あ、顔がってことじゃないんかな。顔はどうなんやろ。似てませんかっていうのはどういう顔が似てないこともないと思うけど。なんか一回この前なんか番組で、あれいつなんやろ、お前や、うん、なライバル関係みたいなのがあったけど。
あ、何やったっけ、あのお金のやつ。そうそうそう。あ、お金のね、ゼニガメっていう番組じゃん。そうか、うん。あ、ラジオネームカブトムシの匂い。ナダルさんの隣にいるせいか、西野さんっていつ見ても清潔感があるけど潔癖症ですか？ナダルさんから見て西野さんって潔癖なところありますか？あの漫才終わった後、まあ、よう突っ込むんですけど、うん、めっちゃ手消毒するとか、ああ、あとなんかちょ突っ込む強すぎて、ちょっとお前筋肉つけすぎてちょっとその音鳴らすより力見せないみたいなというか、気ぃつけて痛すぎるわっつったら、頭皮の状態悪いちゃうとか行くとか、うん、潔癖関係ないよ。あとなんか、それなんかあの、あんま金の靴履いて、うん、あの営業、金の靴履いて髪の毛真っ赤かで、ね、何言うてんねんとか言って、もあんま履いてこないのじゃって言うたら、俺は俺のやり方で行くって言ってどっか行ったりとか。潔癖関係ないよ。ナダルさんから見て、西野さんって潔癖なとこありますかっていう。あとなんか、セクシー嬢ちゃんとラジオするときだけ銀のネックレスつけてくるとか、うん、手抜きすな。その、誰もが知ってるエピソード並べて品揃え悪ってなってるわ、視聴者さん。そのだから、潔癖ではないと思うけどね。うん、その、失礼ですよ、この文章自体が。何がふと思ったのですが、うん、で、その、ナダルさんの横にいるからか西野さんって清潔感があるように見えますっていう、その失礼だよ、どうでしょう。確かにスルーしてたけど、うん、スルーしてたけど、もうスルーしてあかんよ、なるほどね、うん、それ良くないですからね。坊主清潔感というか、うん、まあまあ、あの美容とかめっちゃこだわってんじゃない。まあまあ、うん、それはでも、やった方がええで、ほんまに。俺は俺のやり方でいく。カウンター返された。だからその、だから言うたら、その難しいところでね、その美容、はい、いや頑張ったらそれは一番いいと思うんですよ。綺麗になってそれはいいと思うんですけど、やっぱ軸は面白いなんですよね、うん、だからどんだけ僕その美容全然頑張ってないけど、結局なんかその美容の仕事の方が僕に来るし、わけわからへんけど。だからでも美容のな、うん、仕事してんねん俺。あ、そうなん、最近してん。あ、そう、うん、だからやっぱやった方がええで。まあ、うん、新たに来たんやね。そう、あ、うん、でまあ、まあ、筋トレもちょっと繋がってるし、うん、やっぱりそのナダルさんにそれやめた方がいいでって言われたこと、やっぱりやってみたら何かにはなるから、うん、俺やっぱりやってみること大事やと思う。なるほどね、うん、まあこれに関してはもう結果出てるんでね、だからその僕が言ってももう、うん、勝てることはないんです。結果出てますからね。確かに美容やって美容の仕事があって、だから次どっちがホットペッパービューティーにいけるか勝負やな。コットンから取り返せ、うん、コットンから取り返せ。あ、小塚洋介さんのコットンが取り出されたから。ああ、そうかそうか。ちょっとやっぱりあれは俺の中でも屈辱やったから。なんで坊主頭の相方がしばらくやってた、うん、で、ダンスして、で、後ろに西野みたいなやつめっちゃ踊ってるし。このうちの一人俺でいいんちゃう。2年ぐらいやらせていただいたけど、うん、そう、まあね、ちょっといろいろ、うん、はい、はい、はい、ってな感じかね、うん、ちょっとね、申し訳ない皆さんに。ほんまにちょっとなんかずっと 100% の体調の2人を見せれてない気がする。まあいいんですよ、これはこれでレアですから。よくないやろ。そんなもん。いいんですよ。そんな全部が全部完璧にやらなあかんのか。うん、仕事こんな毎日働いていこう。あ、いいやん。そうそう、この感じがいい。そうそう、まあ言うって何がいいの。いや、この数やろ今。うん、流暢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 だから、うん、もうよう分からへんけど、そんなな全部を見せていったらいいんじゃないんですか。その毎回毎回100で無理ですよ、こっちも。なるほど、終わろう。100で無理、うん、今何パーぐらい今力、うん、95とかじゃ分からへんけど、まあまあ出してる。まあ出さ、結構出してたんかね。はいはい、うん、まあね、うん、はい、ほんまに、あのあと1月の28日大阪の、なんか1月の20日に尼崎のキューズモールに僕らゲストで呼ばれてネタとかもするんですけど、1月28日にも28、うん、堺のキューズモールイオン、なるほど、2ステですかあるんですけど、その終わりにね、15時から初めて大阪で振り参りますんで、あらら、はい、20日28日日曜日かな、15時から振り回ります。ちょっとね、東京の時の振り回りは、品数ちょっとで少なくなっちゃうんですけど、なるほど、ラビットにも出てくれたあのラブニーと一緒にやりますんでね、うん、よかったら、暇な人、心斎橋駅から2分ぐらいのところでやりますんで、またよかったらインスタの、告知見といてください。
奈良さんから告知ありますか？告知？うん、まあまあ、これ見てほしいとか、まあ、ね、まあまあ言うたら、オンラインサロンの公開みたいなちょっとありますんで、ぜひぜひお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで皆さんも、体調気をつけてください。本当にね、ほんま流行ってます、あの副鼻腔炎ってやつ、うん、めちゃめちゃ流行ってますんで。あら、流行ってんねん。めっちゃ流行ってるよ、奈良さんがお伝えてみるから。はい、ということで、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、ということで皆さんお疲れでした。はい、こんばんは。今度ですね、初めて大阪でフリマイベントを開催します。パチパチパチ。前回前々回とたくさんの人に来ていただいてですね、初めて今回大阪でフリマをすることになりました。日にちが1月の28日日曜日の15時からとなってます。場所がですね、大阪市中央区東心斎橋 1-17-15 マルキオビル5階でございます。はい、心斎橋駅から、地下鉄心斎橋駅から6番出口から徒歩2分ぐらいです。はい、ぜひ関西の方来てみてください。あのラビットでも紹介したね、ビッグファイブの店長のラブニーと一緒にやりますんで、はい、冬服などいっぱい出そうと思います。気になる方は概要欄見てください。お願いします。